はい、こんにちは、ブルホスです。本日もね、バイオハザード RE2 やっていきましょう。さてと、前回パートでね、なんとか、欲しいものを手に入れることができましたんで、このままね、サクッと進んでいこうというふうに思ったんですが、ちょっとね、一旦戻りまして、なんだっけ、変電器っていうのあれば、何、電圧器、ちょっとよくわかんないんだけど、あれをちょっと手に入れましたんで、一旦ちょっと戻って、で、アイテム回収だけね、済ませておきたいと思います。あれを開けないと、ラクーンをぶっ潰すことができないんでね。だからまあ、ここでやっといたら、クレア編の方はね、省略できるかなというふうに、別にクレア編もポシェットっていうか、なんか全部必要とはしないので、とりあえずじゃあ、戻るようにしていきます。で、こっちの方取っておかないと、例のね、黒ずくめの UBCS さんが出てくるんで、さーて、これがうまくできるかなんだよな。これか。これか。あ、信号変換器っちゅうのか。何してんの、調べてから調べてから。MUF だったっけ。これがね、またね、一個一個ね、このボタンをね、調節しながらやるのがすげえ大変なんだよ。あれこれクリックじゃない。こうか。OKOK。うわ、上と横操作か。ちょっと待って。全然わかんない。微妙に合わない。マジか。右と左の操作、右と左の操作がまずい。あれ、ちょっと待って。ここであまりぐだりたくないんですけど、ぐだってる。やばい。ちょ、B 調整して、クダメ。本当にあとちょっとなのに、合わないね。なんか波打つサーフィン。あったあった。よし。これ。じゃあ、ハメハメします。本日1回目のハメハメです。ドピュッと明かりがつくよ。すげえパソコンが重くなった。よし、じゃあ、OK で。すげえもったいないんだけど、もうね、ハンドガンを持ってないからね。ウィンリー。やだ、血の見たどこかも。もういや、これは皆さんで読んでください。止めてね、読めるだけの時間をね、残しておくようにはしますんで。僕は天才です。もう天才ですよ、神様って。僕はって、天才はね、全部漢字で書くよ。もしくは英語。じゃあ戻りましょうかね。ほい。あれ、いなくなってる。どこ行ったんだ。すげえ明かりついてるけど、ちょっと待って、目の前にいた。びっくりした。お前、なんでそっちにいんのよ。どうやって入ってきた。は、まさかキッチン乗り越えてきたってか。すげえ行儀悪いやつじゃん。おお、びっくりした。もうなんかね、僕ね、心底チキンなんですよ。心底チキンなんで、こういうね、ちょっとびっくりポイントというか、びっくりな出来事が起こると、マジで心臓がキュンってなるんだよね。あっぶな。本当にドキッとしたわ、今リアルに。危ない。しんどいわー。ふう、さて、進んでいって、アイテムは特に収める必要ないかな。どうかな。なんか最近ツイッターで、ショットガンを撃つとどうなるかみたいな動画があってさ、やっぱショットガンの反応ってものすごいやっぱでかいらしいね。だからみんなさ、撃った後にドーン飛んでったりとかさ、体ごとがボーンって吹っ飛んでったりとか、反対に、なんだっけ、そうショットガンが吹っ飛んでいくみたいなケースがあって、ショットガンが吹っ飛ぶってでも結構危ないと思うんだよな。だって弾倉があってさ、吹っ飛んでさ、ねえ、それで反動でまたガチャンってなってたりしたら、ちょっと待って、なんで俺の貴様どこまで上がってきとんねん。寝ろ。ちょっと待って、ショットガン2発受けて生きてるって、ちょっとそれはないぜや。びっくりした。もう本当にこういうの本当心臓に良くないよ。ダメよ、ちゃんと寝てないと。体にも悪いんだから。体と心臓は一緒か。ここのやつが出てきたところだね。よし、じゃあ慎重に。いいですか、皆さん。彼を起こしたらダメですよ。彼と彼女、ここに2体いるんでね。リッカーのオスとメス。うわ、目の近くにいますね。慎重に。こういうね、ゆっくり歩くときの方がやっぱりあれですよ。ドゥルンドゥルン。ドゥルンドゥルン、ツツツツツツ、ドゥルンドゥルン、ドゥルン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 。
さちょっと苦手なんだよね MER AWS ってあの AWS かな、この時代にはまだなかったはずなんだけどね。ああ、今回あっさりいった。よし、じゃあガチャ。このカチッと音にさ立花が反応しない時点でさどうなのって思うけどね。じゃあこっちじゃなくて、ああすごいね、なんか、ね、猫の逆バージョンみたいな感じだったけど、猫ってほらあの着地するときにさどうやってもっき、あ、必ずあの足が下に向くっていうね。よし、じゃあここで、まだねちょっといろいろやることがあるんで、アイテムとりあえずいらないアイテムはとりあえず預けておく、預けておく、預けておく。ショットガンはまだ必要かな。このままだとあれだね、すっごい弾余りそうな気がするな。みんなどうしてんだろうな、この弾って。小島店員さんとかさものすごい景気よくぶっ放してるイメージがあるんだけど、最終的にあの人まあいつもちょっと面白いところで苦労したりとかしてるけど、あ、なんか、うん、苦労してはる印象はあるけど、まあでもなんだかんだでね S ランク取ったり S プラスランク取ったりとかしてはりますからね。あ、小島店員さんのあのキャラはねなかなかね、うん、いろんな人に愛されるよね。ここにトロフィーってなかったっけ。あのあれなんですよ、なんだっけ、ケージじゃなくてなんか作るトロフィーがあるとか、なんか見当たらないな、どこ行ったんだ。おかえりなさい、おかえりなさい、あ、おやすみなさい。オッケー、ちょっとメール見とこうか。ウェンディ何をやらかした。まあまあちょっとやらかしました、まあ、人間それやらかすことなんかさ いろいろあるって、ずいぶん忙しそうだねって、こいつずいぶん忙しそうだねってなんかアメリカ人が言ってるっていう、なんとなく、嫌味っぽいけどな。返事をくれってくら替えしたかのようになんか今度急に焦ってる感じが出てるね。よし、でもこっち行っても今その薬液がね、すっごいピクピクしてるけど、あれここにさなかったっけトロフィー、その薬液を入れるためのトロフィーがここにあったはずなんだけど、あれここじゃないのか、あれどこだ、ん、ちょっと地図見る、あーラウンジか、あーそこめんどくせえ、またそこまで戻らなきゃいけないのか、くっそ、大丈夫だよね、いるな、歩け歩け、しかも2体仲良く、片方が片方のお尻を見つめてるよ。ダメ、あ、ちょっと近い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 、バレてる、バレてる、やばい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 、くそったれ、いて、いて、こっちに来たかったわけじゃないんだけど、こっち行くしかないよね、逃げろ、オープン、よいしょ、OK、ちょっと待って、なんでバレてんのよ、おかしいでしょ、こっち音立ててねえべや、あぶれ、ちょっと待って、ちょっと待って、逃げろ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 、急げ急げ急げ、こういう時痛いのね、こういう時に限って来ないって言おうと思ったら痛かった、シンプルに痛かった、くそったれ、やっちまった、仕方ないな、まあ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 、あのちょっと遠回りするよりはあの短縮できたんで、はい、これ落ちてくる、燃えない、あ、これはじゃあ後でのパターンのやつなのかな、 あれ一応燃えてんな、なんかもったいないな、いいや、いやーやらかした、さてと置物置物チェックチェック、あれなんか違う気がする、あ、だよね、あれ何だったっけ、ちょっと一発で覚えきれないっていうねこっちかで細いので、で
太いの。どうなんだろうな、長いのか短いのだったらさ、まあ、短くてもいいっていう人が多いけどさ、太いか細いかでやっぱ太い方がいいのかな。細いとだってね、当ててほしいとこに当たらないって何の話。違う違う、そうじゃない。よし、これゲットで、でもう一つバコンと。よし、じゃあこれでこのままいきましょうか。現在マニュアルモードです。カートリッジに合うように液量を調整してください。考えられるかどうか微妙なところだな。もうこの時点で間違ってる気しかしないよね。違う。これで入れておいて、もうなんかあれだね、違うね、操作したいやつとね、そうじゃないやつがなんか、違うんだ。そんなに繰り返しとるんだ、大バカタレ。違う、ほらもうまた戻してるだけじゃねえかよ。やばい。操作がうまくいかない、操作がうまくできない、下手くそおつざま。違うよ、それをしゃまずいよ。で逆転させて、でもう一回逆転させて、でチューッと入れておいて、でよし。違う、それ入らないよ。そんな長いのは入らないよ。そう、相手のサイズを見てちゃんと自分の入れるサイズっていうのを調整してあげないとダメですよ。そう、無理難題を申し上げたが、よし、オッケー。じゃあこれでまた戻りましょうか。入れたからって言ってなんか出てきたりする、そんなこともないよね。よしよし、ここでまた例のやつが戻ってきてるとかっていうのはないよね。戻ってきてるって新しく追加されてるとかはないよね。オッケー、じゃあこのまま降りていきましょう。でもあれだな、多分冷却した時点で見てる。おはようございます。ちょっと燃えて、あ、もっと熱くなるよ。熱いだろ、ほら燃える、熱いだろ、ヒャッハで、冷却処理して、でもそうだな、15分の区切りだもんな。いいところなってるし、近いし、こいつにちょっと嫌な思いさせられたし、走る。じゃあここで冷却処理だけしておいて、氷漬けにされちまえるかな。よし、じゃあここで冷却処理して、そうだね、ちょうど時間が15分くらいになるし、一旦戻ってここで終わりってところかな。いい具合に進められたんじゃないかなっていうふうに思いますね。一回もなんかあれだね、突っかかってなんかどうかなっちまうみたいなことは、とりあえず経験はしないで済んでるんで、まあ実況的にはいいんじゃないですか。何も進みませんでしたみたいになったらね、ちょっとあれだからね。冷却が終了しました。オッケー。相変わらずのおじいってか柔軟性高いよね。ねえ、死んだからってああなるかっていうと、そうはならんやろって思うんやけど、急になんかだってね、お辞儀してってならん、そんな。
けど、まあ、そんな話はどうでもいいとしてね、はい、ということでね、もうこのまま戻っていってセーブして終わろうと思いますんで、ぜひね、またチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援していただけたら嬉しいです。最近まあ普通に実況中かね、なんか、ボツ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 つぶやいてるだけなんで、あまり雑談がなくて恐縮なんですけれども、まあ、そんな中でもまた引き続きね、次回パートとかこれまでの実況とか見ていただけたら嬉しいです。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いできると嬉しいです。アイテム画面のままお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。